じゃあ出ますか、しゃあないし。タイムロスですね。やったね、無事に出たのはあんたが初めてだよ。俺に頼みってなんだ。はい。それをやれば出られるのか。そう、よく聞いてね、イーサン。私たち家族は体を怪我されてるんだ。この汚れを取らない限りここからは出られない。だそうです。ミアも同じだよ。はい。治す方法があるのか。血清がいるの。俺は汚れてないから。血清さえあれば元の体に戻れる。手遅れじゃなければだけど。わかった。どこにあるんだ。それが分かれば私だってとっくに逃げてるよ。でも母さんがきっと休館の中のどこかに隠してるはずなんだ。血清が手に入ればミアを治して帰れるんだな。ああ、そういうことだね。休館は沼のそばだからすぐ見つかるよ。分かった、はい、行きましょう。沼のそばですね。でも母さんもそこにいると思う。母さん、早く行かしてミアちゃん。みんなあんたを。ミアちゃん、じゃあゾイちゃん行かしてよ。というわけでね、これはね、出ないとダメですね。出ないとダメでした。出てください。うん、それでは行きましょう。これで多分そこのドアが開くんでしょうね、これね。うん、そういうことですね。で、ここでショットガン使います。はい、あ、行きましたね。はい、ショットガンにしておきましょう。でですね、あ、もうこれ無視でいいです。はい、行きましょう。さあ、開けて入っていきます。で、こちらしゃがみます。しゃがんでいきましょう。で、このまま行って、よいしょ、これ撃っちゃう。それ、さっさと、このまま入ります。入りましょう。はい、ここ行きます。はい、ここからもハンドガンでいかなくても、一応リロードしておきますか。アンティークコインそこありますけど、取りません。で、これを取って、もうミアちゃん出ますけど、無視です。無視でいいです。で、エブリア人形がここにあります。はい、これ取っておきますか。はい、行きましょう。はい、行きます。そうするとこちらで開けて、こうするとおばちゃんが来ます。はい、とっとと、ここから出ていきな。早く出してよ。出ていくから出してよ、早く。お無視しましょう。早く出させて。出させてもいいから。しゃがんでいきます。で、ちょちょちょ、んでですね、こっちと、こっちじゃなかったな。こっちです。ごめんなさい、間違えました。もう無視でいいです。無視でいいです。この辺無視ですね。オール無視で、ガン無視でいいです。いますけど、こいつも無視ですね。はい、何気に気づかれていません。ラッキーでした。はい、使いましょう。はい、んで、これをぐる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 っと、こうか、こうですね。もうちょこ、もうちょこしていいか。こうか。はい、 OK です。でですね、ここに入る前にですね、取っときますか、こっちね。ここ開けてバーナー作りたいんで、これ取りましょう。でですね、便利なアイテムこちらありますので、リュックがあります。リュック取りましょう。はい、取ります。はい、で、ここにエブリア人形ですね。おそらくこの2つだったかな、この中ではね。 あと、まだ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 ありますわ。それありますわ。まあいいです、行きましょう。はい、で、この状態で、なんかあったかな、ショットガンの弾とかあったら欲しいんだな。回復薬もらっとくか、ラッキー。さあ、入りましょう。こっちか。はい。でですね、マーガレット戦まで、1時間半でマーガレット戦まで行けてれば余裕ですんで、今の時点で、こんなもんなんですけど、まだ30分もかかることはないんで。お前、嘘だろ、マジかよ。行きましょう。くそ、いきます。あ、下にもあったっけな、どうやったっけな、うん、では行きますか。抜けた抜けた抜けたね。さて、ここ一応行った方がいいんかな、閉まってる感調べた方が良かったんかな、ちょっとこれ分かりません。一応調べておきますけど、はい、いらないですね、いらなかったです。はい、で、ここ降りて、はい、行きましょう。あれ、しゃがんで、でですね、これお薬じゃなかったかな、いらなかったような気がするんですが、
あ、いらないやつでしたね。ゴミでしたね。ここですね。はい。ここにエブリデイですね。で、とこ薬液ありますけど、もういいかな。一応薬液持っていっとこうか。一応持ってきますか。いらないけど。精神、これなんとかだ。いない。精神刺激薬いらないですね。おもしますやれ。いない。あ、カジュアルいねえんだな、虫な。じゃあ行きましょう。さて、ここに行って、これ回します。クランク。はい。カジュアルなんで、よほど出ないと死ぬことはないと思います。一回クリアしてる人だとね。さあ、こっちから行きますか。あ、虫いるな。やめとこう。こっちにし、あ、だからあっち虫、あ、ダニいたか、壁に。あ、大丈夫か。いなかったよね。あ、大丈夫だ。行こう行こう。はい。こっちから行きましょう。しゃがんで。抜けて、はい。私も結構手探りまでやってますんで、多分ここ入ってたマーガレットいますんで、いや無視で、だだだだ、はいはい、はい、無視で、無視で、いいです、いいです、はい、もうここも無視でいいです、はい、回しましょう。あー、ダメだ、来ちゃった、もうじゃあこっちしますか。バーナー作りましょう。めんどくさいですが、ここ入っちゃいましょう。ここ入っちゃったら多分敵来ないです。はい、罵倒されてますね。すごい罵倒ですね。はい、じゃあ作りましょう。気持ち悪い手で作ります。はい、んで、これでバーナーができましたと。はい、ね、はい、できましたね。わあ、いいね。ガスなかったっけな。ここなかったんかな。うん、まあいいですわ。んで、草取ったんでクラフトしておきますか。すいません、くしゃみが出ちゃいました、うん、よし、行きましょう。もういちいち倒していられない。なんなの、もう無視で多分いけると思います。さっきマーガレットの虫が来ただけなんで。あ、一刀でもなかった。ちょっと待って、ショットガンでいいのかな。じゃあバーガーすっか、しゃあない。よし、じゃあ壊しておきましょう。はい、こんなんだってクリアできます。問題ないです。壊しといた方がいいです。あそこの虫は壊しといた方がいいです。はい、でどっちにしろここにお薬ありますんで、ご心配なく。やられたとこでね、はい、これで、カラスの鍵をゲットしました。でですね、ガスとアンティークコインありますのですが、もうアンティークコインはガン虫です。行きましょう。でですね、一気に通り抜けます。ここも多分マーガレットいるかな。いなかった、よかった。はいはい、マーガレットがいなくてよかった。ここなかったっけな。お前か、いらないか。行きましょう。で、ここからちょっとした戦いになりますので、行っちゃいましょう。カラスの鍵を持ってここに行く。ここには入るなって言ったはずだよ。だそうです。入っちゃダメだって、入っちゃダメだって怒られました。ここはバーナーと、アルバートハンドガンで頑張りましょう。はい、移動できてね。まあいいか、とりあえずいいや。行っちゃおう。いいだろう、おばか。そう、一瞬とか頭きますんで、また来たら撃つ。はい、はい、意味する。これ以上許さないよ、分かってるかい。もう許さないからね。はい、はい、ハンドガン、ハンドガンだよ。私の家に上がり込んですけど、やっちゃおうか。あ、リロード。あんたはこの穴で死ぬんだ。死んとこ嬉しいだろう。いやいや、まあ、反応がうまくならなかったな。おばあちゃん早く。あ、ちょっと、はい、あれ、あれした。もういいか、ちょっとやっちゃいますか。はい、終わりました。はい、行きましょう。上がりましょう。
おい、何やってんの、早く上がって。上がりましょう。毒の沼地食らいます、さあ無視です。もうさっさと進みましょう。はい、早く早く出て。はい、 OK。 でこれどうぞ。 OK です。でこれ一応見といた方がいいんかな。どうだったかな。一応見といた方が良さげな。そうですね、これを見てことによって作り方が分かるということですね。多分これだ。で多分これだと電話かかってきましたけど、これ無視で良かったような気がします。まあ、先にちょっと細かいも取っときましょう。取っときましょう。なんかないかな。ちょ、お前ちゃうって。こっちやって。ハンドガンとかね、使っちゃったんで結構必死に撃っちゃったんでね。でここにエブリウェア人形で、でここにアンティークコインあります。だけどいりません。行きましょう。はい、とりあえずエブリウェア人形だけは回収していきますか。多分これぐらいですね。はい、そうするとこれ出ないといけないのかな。出ないといけないかもしれないね、これね。はい、じゃあ出ますか。はい、見つけたと。どう、血清は見つかった、お前の母親と虫に襲われたんだぞ、なんで言ってくれなかった悪かったね。で血清は出なきゃいけなかったかな。いや、まだだ。でも作る材料なら分かった、D 型被検体とかいうやつの頭と止めなさい、頭なら持ってたと思う。本当か。でも腕の方は分からない。急患は全部調べた。いや、まだだ。2階を調べてみるよ。はい、それじゃあ探してみて、見つけたらトレーラーで会おう。これでいいのかな。これ出なきゃ分からなかったかな。よし、 OK。 上言ってます。はい、マーガレットがね、行きました。さあ、では追いかけましょう。さあ、この辺でね、追いかけていって。今のは何だ。なんだ。サクッとね、行きましょう。で、この後、あのマーガレット戦うことになりますので一旦グレネードランチャーを取って、でセーブしてこのパートは終わりたいと思います。そこに写真ありますけど、いりません。まあもし撮るならここの薬液強かな、これぐらい撮っときましょう。はい、で開けます。はい、はい、まあ要はね、ここまでで1時間半で来れてれば問題ありませんのでね。ここショットガン弾取ったか、取ってないね。ここショットガン弾取っときましょう。これ大事です。んでグレネード持つだけのあれがありますんで、行っちゃいましょう。このままね。で、ついでにここのキーピック一応取っときますか。はい、これね、これでショットガンの弾もうちょっと補充しておきましょう。というわけでここ入ります。サクッと、サクッとな。はい、行きましょう。はい、でですね、こちらのですね、ここ、はい、エブリウェイ人形取ってんな、ちゃんとな。 OKOK。 はい、使います。おそらくもうこれでカラスの鍵いらなかったんで、捨てられるのかな、これ。捨てられないんだけど、言っても捨てれるもんじゃねえな。でここに固形燃料で、固形燃料とこれと合体させておきましょう。そうするとグレネードできますんでね。グレネードは周りにありがたいものです。いいものです、これは。はい、でショットガン弾 OK ですね。でここはマルバートにしておきましょう。こっち側の俺取ったっけな。あ、これですね。これ開けましょう。これキーピックで開けます。最初に取ったキーピックもこれ開けてりゃよかったかもしれませんね。2階にもショットガンあります。2階の外出たところにね。これ確かゴミですね。確かね、ただのゴミだったと思う、これね。はい、ただのゴミですね。はい、行きましょう。はい、戻ります。あ、こっちが戻ったらダメ。遠回りそっち行くと遠回りになります。さあ、こっから出てトレーラーハウスに終わって、戻って、次回は変異マーガレットとの戦いになります。
まあ先ほども言いましたが、目安はこの時間、この時点で1時間ほどと、1時間半ほどでしたら OK です。今の時点で時間は1時間8分、十分余裕ありますね。というわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。じゃあ次回またやります。お疲れ様でした。